はい、こんにちは。NFT の記事が入ってます。8月24日、9時20分なんで、つい先ほどですね、更新されております。コインポストからです。あ、それがですね、ナイキっていうブランドがあるじゃないですか、スポーツブランド。こちらの方が実は NFT をブランドにもうすでに組み込んでいて、それが250億円もの関連収入としての収入源になってるそうなんですよ。で、えー、ナイキの方は大々的に NFT を新たな収入源にということで、一体何のことかね、私もちょっとわからないんですけどもね、NFT とイキとどういうふうに関わってるんだと。ね、ちょっと前にはステップインみたいなね、おかしな仮想通貨で7億円の詐欺をしている、<laughs> なんかこう、お笑い芸人とかいましたけども、<laughs> 詳しく知らないですけどね、そっちの方も。 まあ結局ね、儲かることは私もよくわかるんですけど、儲かってなかったりとか、ポカしてるものってあんまり知らないんですよね。えー、ですんで、えー、そんなに広く知ってるかというと、あまり広くは知らないんですね。はい、じゃあ記事の方を読んでみましょう。スポーツブランドのナイキア高級ファッションブランドのドルチェ・ガッパーナ、D&G ですね。 ドルガバってやつです。こちらの人気ブランドは NFT を新たな収入源として大きな利益を上げていることが公表されたということです。イーサリアムブロックチェーン上の大きなプロジェクトを分解したデューンのデータによると、ナイキの NFT 関連は250億ドル、えー、ドルガバはあ34億円。他にもアディダスやグッチらも NFT を参加してきているということで一覧表がありますね。うーん。まあ、あの、 必ずしもこういうふうな力のある企業が NFT を組み込んだから、で、成果を成功してるわけじゃないですか。だからといってね、あの、プリンシー・デジアートも同じように成功しますよっていうふうなお墨をつけて、お墨付きをね、言ってるわけではないんですよ。まあ、だけども、NFT ってものに市場が傾いてることはこれでわかると思うんですよね。じゃあ私たちは NFT にナイキとかアディダスで参加できるかって言ったら、ドルガバで参加できるかって言ったらちょっと無理じゃないですか。まあ、ですんで、その中で、 まあ NFT にね、せっかく興味があるんだったら、どこと組んだらうまくいくかなってことを考える、その選択肢として、プリンシーデジャートっていうのはあるのかなってところですよね。うん。まあ今のところね、先行会員ということもありますんで、まあ一つの選択肢に加えてみてはいかがでしょうかっていうことでございます。それじゃあ。